おはようございます。今日も頑張って走っていきたいと思います。現在金曜日、今日からですね、12月第4週目スタート。9時5分ぐらいですかね、ちょうど。1回です。今日も頑張って走っていきたいと思うんですが、お、今日は天気がいいですね。寒さは当然あるんですけども、こうやって日が照ってるとですね、ちょっとこう寒さもマシになるなっていうね。日が当たってる分、ただまあ風が冷たいんで、さーっと風が吹いた時にちょっと皮膚がですね痛いなと。で、口もなんか乾燥してきましたね。リップ塗っていかないと、口が割れるとね痛いんで、唇が。今日もねちょっと頑張ってロングラン行きたいと思います。昨日よりはマシですね。やっぱり天気がいいんで、日が当たってるとやっぱちょっと全然違うな。で、雲も白い雲が多くて、今日は本当に天気良好ですね。で、いつもあのパワースポットマウンテンを見てるんですけども、あの山なんないのかなっていうね、昨日ゲストの方にちょっと質問されて分からなかったんですけども、ちょっと調べようかな。あの山は一体何や。金剛山ではないと思うんですよね。山みたい、知らずにパワースポットマウンテンとか言ってるんですよね。まあでも寒いのには変わりないですね。寒さがきついとこう背中が丸まって肩こりするんで、ちょっと背筋伸ばして頑張ろうかなと思ってます。で、最近朝来るときいつも思うのは、この工場周りでいつもまあ車で通るんですけども、朝が早いんですよね。小寺さんの工場の方も、もう朝来た時には電気ついてるんで、で、他の会社さんもやっぱ電気がついてて稼働してるんで、もう6時ちょっと過ぎぐらいから動き出してるんですね。私はまあ大体6時45分とか50分ぐらいに着いて、まあ今日も朝一ね、到着したらすぐブログ書いて、で、まあ、ハイタッチ確認で、メールチェックで、返信しないといけないメールはすぐ返信して、まあそんな多くないんですけどね。で、そこからだいたい30分ずつ、まあ、ためになる、勉強をしないといけないことを30分で、まあちょっとくだらない配信を30分とか、なんかそんな感じで、それをやってるとちょうど8時10分とか15分になるんですよね。で、そっから、まあコート整備は昨日のうちに終わってるんで、掃除ですね。今日は昨日更衣室トイレフロア掃除できなかったんで、朝
登場して、でその後もちょっと途中まで見た、ためになる配信を見てですね、9時ちょい前になったんで、そろそろ走る準備するかということで今出てくる感じなんですよね。まあ大体木金はそんな感じです。普段レッスンが朝一あるときは、まあ大体そのルーティンをの時間を短くして、まあ15分とか、まあ大体ですね、で最近は プリプリプロジェクトもあるんで、なんかストラテジックっていう感じの勉強、うん、なんかまあマーケティングとかね、 PR 戦略とか、あとなんかそんな感じの配信がですね、ちょうどいいのがあるんで、まあそれをちょっと見ながら、いろいろか頭の中の整理というか書き出したりして、ちょっとまあ朝を過ごすような感じです。やっぱり太陽が雲で隠れると一気に寒くなりますね。皮膚が痛い。話すパターンと、それから結構書き出すいうことが大事だなと思いますね。やっぱこう目にしながら頭の中を整理するということがやっぱ大事だなとつくづく思いますね。だから大谷翔平なんかもやっぱ常にね、それはやってるみたいで、まあ、ワックでいう夢目標達成シートをですね、まあ、常にこう書き出したり目にしながら頭の中の整理をしたり、まあ、意図的な練習になるように取り組んだりするという、まあ、努力の積み重ねが今の大谷翔平を作り出したということもあるんで、まあ、ぜひね、まあ、いろんなテニスに限らずいろんなスポーツやってるジュニアにはそういうのをね、ぜひちょっとやってもらいたいなと思うんですよね。やっぱどうせやるんだったらどこまでできるか可能性にトライしてがむしゃらにやって取り組んでほしいんですよね。でただやみくもにやるよりはやっぱ頭の中がね整理した状態で、同じ2時間のことなら光意図的な活動をした方が絶対上手くなったり強くなったりするんで、やっぱ書き出して毎日それを目にしていくというね、なんかそういうことができるようなアプリをちょっと考えてます。だからこれはもうテニスだけじゃなくてスポーツをするジュニアたちに向けてちょっといろいろ開発をしていけたらなというふうに思いますよね。なんか今はまあ AI もあるんで、まあ、アルゴリズムとかもあるんで、なんか毎日それを
まあ日記みたいにしてればおのずと同じ言葉がですね出てくると思うんですよね。まあそれをタッ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 という感じで目標達成シートに反映できたら、なるほどと、これを達成するためには普段こんなこと言われてて、これについて取り組めばいいんだっていうね、そういう分かりやすいのができれば、もうちょっと同じ2時間でもレベルが上がる2時間になるんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ今、まあ、そういった意味では、まあ、リズとか風太健太は、まあ、私にとっては再検証なんですよね。今まで培ってきたそのノウハウをどういう形で彼らに練習の中で提案することが一番いいのかというね、まあ、再検証をずっとしています。で、やっぱどんどんね見てるうちに上達してるんで、まあ、これをね徹底的にやることでどの辺まで上がっていくんやろうなっていう、まあリズなんかも今試合出て結果どうなるかわからないんですけども、スキルは間違いなく上がってますね。ただ今日私が勉強したみたいなストラテジックがうまくいくかどうかなんですよね。その部分がちょっと大きな課題ですね。まあちょっと今日また新たに勉強したんですけども、ワークでは心技体喫煎っていうのがあるんですよ。その中の線の部分なんですけども、これがいわゆるストラテジックなんですけども、まあそこには2つあるらしいんですよね。今までは戦略としか言ってなかったんですけども、実際は戦略と向かい風やばい、息ができない、戦略と戦術があるらしいです。これが微妙に難しいですよね。ちょっともう一回配信をねちょっとこう見直さないといけないんですけども、多分テニスで言うと戦略っていうのが、まあ、例えば相手の弱点を突くというのが戦略なんですよね。で戦術というのがそれをどうやって突いていくかパターンだと思います。まあ、それがねちょっと今日は分かったんで、まあ、新たに、まあ、そのアプリを作るとしたらその部分まで含んだ脳波をねちょっとぶち込んでみきたいなと思うんですよね。で今プリプリプロジェクトもちょっとずつまあ進行させていかないといけないんですけども、まあめちゃくちゃ大事な部分はここでは言ってないんですけども、
ちょっと面白いのかなと思います。ただちょっと難しいっていうだけで、それは今返事待ちなんですけども、これね、私はちょっと多分この頬がですね、霜焼けになるんですよね。だから今もちょっとこんなのが赤いというか、なんか耳とかがやったら冷たいです。焦る気持ちはあるんですけども、まあ一人ではできないことなんで、ちょっと待たないと、気長に待たないといけないんですよね、返事が。まずそれができんのかっていうところなんで、もうそれができるって分かれば、あとはもう案をどんどん出していくだけなんで。まあ、パッと思いつくようなことなんで、思いついてもいいようなもんなんですけども、なかなかね難しいみたいで、これあんまり、まあこの配信を見てるのは約、まあ、40名とか50名の方々なんで、まあ、言ったところで、まあ、それがね世の中に出るかいってそんなことはないと思うんですけども、一応まだ特許取れるんかなぐらいの感じだと思います。成分はもうとにかく世の中にいっぱい出回ってるんで、できないことはないと思うんですよね。これは まあちょっとどうなるかですね。あとは本当にね、ワックでジュニア育成ね、ほんまにやりたいんで、今ちょっと考えてます。でそれもあってね、まあマーケティングとかなんかいろいろちょっとまた新たに知識を入れようと思って勉強してるんですけども、でもそう考えるとやっぱりこうYouTube のやっぱ配信もね、捨てたもんじゃないんですよね。やっぱこう何か学びたいなと思ったら、まあ、あとは誰のを聞くだけなんですけども、
情報ですね。ちょっと探せば、このように見えるので、いいですよね。感じないかもしれませんが、結構風吹いてます。これが骨身にしみるな。まあセンターは寒いんですけど、その風がないね、うん、まだマシなのかなと思いますね。なんかジュニアの千葉遠征をやっぱ組みたいんですよね。でもそれやるにしたらやっぱ5万円とか6万円ぐらいやっぱ遠征費がかかるんですよね。で今ハードワーカーと話してまたいろいろやってくれるみたいなんですけども、まあ遠征費の一部を何とか負担するということでイベント今やってくれてます。まあやってくれるというか、あの企画してくれてるんですけども、土曜日かな、なんか、まあ、どんなちょっと企画かちょっと分からないですが、まあそんなことを企画してるんじゃないかなと思うんですよね。私は私で違うやり方でちょっとまたジュニアをしっかりサポートできるようには考えてるんですけども、これもなかなかね、やっぱりすぐっていうわけにはいかないので、これはあの風上から走るのはいいですね。背中を風が押してくれてるんで、ちょっと楽ではないですけども、向かい風はもうとにかく息ができないんで、今日もちょっとこのアスファルトを走ります。あ、下がまだぬかるんでるんでね、まあいつになってももう勉強しないとダメですね。まあ、戻ってもし一度撮って時間があったらまたその配信ちょっと見てみようかなと思うんですけど、今年の年末年始はちょっとね2回ぐらい
山行きたいですね。もう来年はもうほんまに絶対にもう富士山の頂上ね、絶対行きたいんで、で今度こそあのね、あの苦しかったあの道のりもちゃんと動画に収めたいと思います。あの時はそんな余裕なかったんで、マジであれやばかったな。あんな思いないよな。まあようあそこまで行ったわ、ほんまに。だから次はね、規則正しい感じで頂上を目指すんで、もう完璧だと思います。一番いいのが7月の中頃なんですよね。20何日とかが一番上も全然寒くない、まあ全然というかそれほど寒くなくてちょうどいい時期らしいんですけども、まあ人が多いでしょうね。しかも平日なんでそんな行けるわけないんで、まあ多分7月の月末がいいのかなと思いますね。今度はもう自分で行くんで、そんなガイド空いてるか空いてないか関係ないんで、まあ、パッと行けると思うんですけども、なんせ最初はちょっと何もわからない状態だったんで、ガイドつけないとね、わけわからんだということは、まあ多分気合入った人でよかったなと思うんです、最初思ったんですけども、途中でだんだん大丈夫かこいつと思うような感じだったんで、もう来年はもう一回行ってなんとなく分かったんで、自分たち結局7号から8号に8号の終わりまでも自分で行ったんで、ガイド関係なかったんですよね。で休憩場所はいろいろあるんで、だから朝一行って夜は寝ると、で明日早く起きるのがいいんでみたいな感じの予定にしようかなと思います。太陽が隠れてるな今。うわー寒い。あー肘痛い。あの山は一体何や。調べよう。パワースポットマウンテン、今日は綺麗ですね。昨日はなんか山の上は多分もう今も白いですね、雪が多分出るとか積もってますね。あれは
戻ったら多分9時40分ぐらいか40分ぐらいか40分か45分なんで時間ないっすね。宮持ちの送迎行かないといけないんで。お、犬が走ってきた。あれ、いや大丈夫です。すいません。あららら、いや楽しい。はい、ぶつかってきてます。ごめんなさい、遊んでくれると思って申し訳ない。シベリアンハスキーですね。当たりしてきましたね。それはちょっとサムネにするか、もし映ってたら。シベリアンハスキーと遭遇したんで、体当たりされたんで。進まん。出まくりやな。風が、顔がもうパツンパツンです。今さあ今は何時ぐらいですかね。40分、45分か。リズチャンネルはちょっと最近上がったのかな。マイアミのビーチ行ってましたね。自分はフロリダのビーチかな行ったんですけども、それだいぶ前ですね。富士薬品の時。3階です。ちょっと、お、40分ですね今。ということで今日はこれから宮持ち送迎
でワンレッスンやって、でその後はもう勉強タイムですね。今日はちょっと来年に向けてまたいろいろやらないといけないことが結構あるんで、まあ、それをちゃんとまとめるということですよね。顔が真っ赤っかですね。これ霜焼けが多分してると思うんですけど、ということで今日もね、これから、夜の9時まで、今日はジュニアあるんでね、ちょっと追い込んだろうかなと思ってます。ということで次は締めの金曜日だったんで月曜日ですね、頑張って走っていきたいと思います。